はい、皆さんこんにちは、辰徳です。以前ですね、アボカドの取り木をしていたんですけれども、もうですね、だいぶ時間が経ったので、ですね、これをですね、開けていきたいと思います。はい。実際どうなっているのか、まあそこ気になると思うんですけれども、はい、やっていきたいと思います。まあ今日は一人で撮影なので、開封するところをですね、うまく撮れないんですけれども、開いてみてですね、実際根が出てるのか出てないのかの確認をしていきたいと思います。でですね、よく見てみるとですね、ここの見てください、出てる彦映えのように出てるんですけれども、枯れてるんですよね、ここのアボカドの枝が、はい、当年種だったんですけれども、だけど今自分が取り木しているところの先っちょ生きてるんですよ。これちょっと不思議じゃないですか。もしかすると発根してるのかなと思います。はい。なんでここの下の部分でですね、取ってみて、はい、そこから開封していきたいと思います。蚊がすごいです。はい。はい、それではですね、取り木の方の発根してるか確認していきたいと思います。しっかりテープがついてるのでですね、ちょっと取りづらいんですけれども、取りづらいですね。上部の方もですね、しっかり止めてるんですよ。ちょっとあれですね、あ、これ二重になってるので、まあ中身の確認とかもできるとは思うんですけれども、約ですね、もう7ヶ月ぐらい取り木して立ってるので、まあもうこれで発根してなければ、まあダメなのかなと思います。じゃあ、それではですね、開けていきたいんですけれども、内側にも多分透明なビニールがあったと思います。この黒ビニールをですね、してることによって、土の中にあるっていう風にですね、まあこのアボカドとか、まあ、植物が勘違いするみたいです。お、皆さん見てください、これ発根してますよ。わかりますか。お、すごいな、これ成功してると思います。はい、じゃあですね、続いてこの透明なビニールですね、剥いでいきたいと思います。はい、それではですね、この透明な方の方を剥いでいきたいと思います。どうですかね。わあ、見てください。皆さん。わ、しっかり発酵は取れちゃった。いや、最悪だ。まあいいや、はい。まあ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 。まあ、ちょっとだけなんで。はい。アボカド発酵してますね。はい。これ結構画期的だと思います。はい。でですね、この下の方なんですけれども、木がもう腐ってるんですよ。まあ、これ、ちょっと難しいな。どのようにしていきたいかなって思うんですけれども、まあ、少しほぐしていきたいと思います。まあ本当であればこのまま植え付けた方がいいんですけれども、せっかくなんでですね、少しほぐしていきたいと思います。で、これアボカドの特性だってわけでもないんですけれども、多分このようになってたと思うんですよ。向きとしては地面がこちらが僕の手の方ですね。なので上部の方には根っこはあんまり出てないですね。で、この下の方ですね、に根っこが出てきてますね。はい。なんで、取り木をする際も、向きとかも考えて、まあ、できればこのまっすぐですね、上を向いた状態にしてる枝に対して、取り木した方が、なんかいいのかなと思います。何でも匂いする。はい。何でも匂いする。何も匂いしない？はい。ちょっとね、これ難しいんだけどね、あんまり、このようにですね。これ入れるの？入れないよ。うん。これちょっと、根っこね、結構危ないんだよね。本当はほぐしたくないんですけれども、リコちゃんしなくて大丈夫だよ。見てください、この感情破棄してないところはもう死んでますね。で、この辺が感情破棄してるんですけれども、この辺ですね、見てください、ここ感情破棄した部分、ここですね、ここから根っこが出てますね。はい。で、根っこがある部分の方はちょっと今回公開したいんですけれども、少しちょっともう根が少ししかないのでですね、
ちょっとこちら側だけにしておきたいと思います。慎重にしないとアボカドの根っこ取れちゃうんですよ。はい、こんな感じですね。で、これ見てください。これ結構貴重だと思います。上部の方ですね、の方からカルスが出てきて根っこが出てますね。でこちら側の株の方はですね、感情発揮した部分がこの部位なんですけれども、何も出てない状態になっております。はい、なんで上側の方の部分だけこのようにですね、根っこが出ていて、下側のところは全く出てない状態になっております。はい、じゃあこれをですね、このまま今からですね、こちらのですね、水の方に1時間ぐらいつけてからですね、実際鉢の方に植え付けていきたいと思います。でまあちょっと不本意なんですけれども、今回はですね1時間程度このメデネールっていうですね、植物活力のなんか促進剤みたいなやつなんですけども、ちょっと自分もあまり使ったことないんですけれども、まあ挿し木、株分け、植え替えの際にですね、使うもので、まあ大体水1リットルに対してキャップ1杯のにして100倍に薄めたものにつけていきたいと思います。まあこれをやることによってしっかり水揚げもできますし、なおかつ発根もさらにですね、ちょっと促されるのかなと思いますんで、今回はですね、約7ヶ月間やった取り木なので、ちょっと死なせたくないので、こちらをですね使っていきたいと思います。はい、このようにですね、発根してるんですけれども、水桶を取ろうとするとですね、このように右がこれですね、この白いやつ、このように切れちゃうんですよ。なんでこのままですね、鉢の方に植えていきたいと思います。はい、水桶取った方がいいっていう意見のある方もいると思うんですけれども、もうちょっと根っこがですね切れちゃいますんで、もうこのままですね、はい、水苔ごと植え込んでいきたいと思います。はい、でですね、植え込む鉢はですね、この何でしょうね、ケンユ君にもらったですね、このロングポットに植え込んでいきたいと思います。まあこの土についてはですね、まあ何でしょうね、まあ通常の花と野菜の土とですね、あとココピートと鹿沼土とバーミキューライトが入っている土になってます。はい、こちらの方に植え込んでいきたいと思います。はい、はい、こんな感じでですね、ロングポットの方に植え込んでみました。はい、でですね、これ実はですね、枯れ込んでる場所があったんですよ。見えますかね、皆さん。この部位ですね。ここ、ちょっともう、侵食していってるんですけれども、まあ、金城さんにも言われたんですけれども、まあ、どん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 こちらがですね、枯れ込んでいくっていったところで、結局、枯れ込んだ場所が、どん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 ですね、この下の方に行っちゃったら、まあ、この枝もですね、もう生きていけないと思うんで、こちらの方にですね、しっかり殺菌剤をしっかり塗っときなさいよってことですね。今日はですね、いつものこちらのですね、トップジン M ペーストをちょっと塗っていきたいと思います。はい、もう片手なのでちょっとできないんですけど、こんな感じでちょんちょんちょんとですね、こんな感じでいいのかなと思います。はい、まあこれでですね、どうにか生きてくれたらですね、まあ成功なのかなと思います。まあ、取り木もですね、何でしょう、発根したら成功っていう方もいると思うんですけれども、やっぱりこの苗木としてですね、活用していかないとやっぱりなんか成功じゃないのかなって自分的には思いますんで、まあこれが実際ですね、また新たな芽がですね、低芽もしくは不低芽とかですね、こちらの方とか多分出てくると思いますんで、こういったところですね、こういったところからまた数ヶ月後とかですね、出てきたら成功なのかなと思います。はい、でまあ関係ないんですけれども、後ろにあるこのアボカドですね、このアボカドなんですけれども、これはあれですね、以前自分が挙げていたメキシコーラの追肥苗なんですけれども、こちらもですね、根っこが全くない状態だったんですけれども、もうこのようにしっかり大きく成長してきていて、もう大丈夫なのかなと思います。はい、こんな感じですね。まあ、後ろにあるのは以前ケンユ君と
追記をした、はい、思い出のカビラ系統というかですね、まあ、台湾レッドだったかなの追記になっております。はい、じゃあまあ今日はですね、アボカドの取り木編っていったところでですね、アボカドの取り木を実際ですね、定食ではないな、鉢にですね植え付けるところまでやってみました。はい、じゃあまたですね、まあ、この動画が良かったら、いいねボタンとですね、チャンネル登録、コメント、はい、いろいろ情報等よろしくお願いします。じゃあこんな感じで、取り木編については終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。リコちゃんどうかな、しっかり根っこ出てるよね。うん、うん、まあ、こんな感じでですね、はい、約1時間程度水あげとですね、まあ、ちょっと発根を促したいので少し入れておきたいと思います。はい、で先ほど折ったんですけれども、このようにですね、感情剥皮した部位ですね、こんな感じになってるんですけれども、わかりますかね皆さん、部位は部位なんです。はい、全く出てないですね、下側の方は。上部の方がですねこんな感じになったんですけれども、上側の方だけ発根している状態になっていました。はい、じゃあこれやった後にですね、ロングポットの方に植え付けていきたいと思います。はい、じゃあやっていこう。レッツラゴー。できたら大変だからね、はい、ウルタ大変、うん、あ、そこから枯れ込んでいきますもんね、うん、はい、どうですか金城さん、アボカドの取り木、うん、素晴らしい素晴らしい、初めてだこれ。本当ですか、うん、ありがとうございます。皆さんもやればできますから頑張ってください。はい、7ヶ月かかりました。いやすごいね、はい、いや大したもんだ。はい、いやもう交流あれなんですか、金城さんにそう言ってもらえたらもうなんか太鼓判を押されたような気分です。これはもう、はい、あのこの彼が下に降りてくるからね、はい、彼からのせい、これ切ってね、はい、綺麗な刃物で切ってね、はい、ビニロート傷ロートというのがあるけど、ああれのったらいいですか、あれですか、トップジン M ペーストとか。そうそう、トップジン、はい、わかりました。これ入っていくよ。ああ、そうなんですね。じゃあもうそこから剪定バサミで切って、うん、そうそう、やっていきたいと思います。切れるやつだよ。はい、切れるやつで、よく切れるやつで、はい、わかりました。できればナイフでもいいんだがね、はい、組織を傷つけないようにして、はい、わかりました。あ、これは大したもんだ。大したもんですか、えらい、えらい、ありがとうございます。頑張って。はい、ありがとうございます。